ってみてよくわかったわ。キリトと夜空の剣がいかに強い絆で結ばれているかが。リズもこの世界に来たばかりとは思えない動きだったよ。さすが、いろんな仮想世界を経験してるだけあるな。まだまだよ。戦士としても鍛冶屋としても、これからもっと頑張ってキリトを助けられるようにするわ。あんたの剣を長年面倒見てきた鍛冶屋として、夜空の剣に負けない剣を打ちたいっていう思いもあるし、それを可能にするかもしれないとっておきのアカウントをわざわざ選んだんだからね。確かにリズに出会ってから俺の剣のほとんどをメンテナンスしてもらっているからな。 SAO でリズベット武具店をあんたが訪れたのが出会いの始まりよね。そうそう、オーダーメイドの剣を作ってもらうためにリズの店を訪ねたんだったよな。鍛冶の素材を集めるために一緒に雪山に登って、竜の巣に落ちて、でもおかげで素材を手に入れられたのよね。私にとって大切な思い出よ。ああ、俺もだよ。その時からリズにはずっと世話になっているよな。 ALO だろうが GGO だろうが、どんな世界でも鍛冶屋という立場を貫いてきたんだもの。アンダーワールドでも同じようにみんなのサポートをするのは当然でしょ。なあ、俺も鍛冶屋としてリズがいるのなら心強いことこの上ないよ。とっておきのアカウントっていうからには特別な能力か何かを持っているんだろう。ええ、これはハイレベルアカウントの一つでクラフトを担う存在よ。まあアンダーワールド的に言えば鍛冶屋と変わらないんでしょうけどね。そして肝心の能力だけど、このアカウントでは素材を消費して物質変換で武具を作り出すことができるの。鍛冶の工程を省けるってことか。ええ、素材にできるのは鉱石や木材なんかだけみたいだけどね。だとしても鍛冶に深く関わるアカウントなんてリズにぴったりだと思うぜ。ええ、即決だったわ。とにかくキリト、さあ、ありがとう。素材も集まったし帰るか。ええ、助かったわ。あんたはどこ行っても頼りになるわね。アンダーワールドに関して言えば過ごした期間がリズよりも長いからな。まあそうよね。アスナもユイちゃんもいない世界での2年間だもんね。なんだよ、妙に引っかかる言い方だな。なんでもないわよ。ただ女の子をはべらせるのもほどほどにしときなさいよ。はべらせ、そんなこと断じてしてないからな。なんてね。この世界でもよろしくね、キリト。